広瀬新一は元アナウンサー。ラジオ単波アナウンサーを経てフリーアナウンサーとして中央競馬の実況を中心に活躍した。神奈川県横浜市出身。法政大学法学部卒業後、東京アナウンスアカデミーに入学。1981年日本単波放送に入社。初実況は1982年5月2日の京都 1R アラブオープン。 1990年6月上旬までは東日本の競馬場を中心に実況を担当してきたが、同年7月からは西日本の競馬場を中心に実況を担当していた。2003年に退社し、その後はフリーアナウンサーとなる。1996年のバイオレットステークスでは、降雪の中、全く馬が見えない状況で実況したり、 実況を担当するレースになぜか審議がかかることが多いとされるなどのエピソードがある。ちなみに、後者のエピソードに関しては、本人が自ら調べ、その不評を否定していた。大学時代より映画鑑賞を趣味とし、映画には大変詳しかった。また、宝塚歌劇のファンでもあった。ビールとチヂミと海鮮焼きそばを好んだ。フリー転校後は、競馬実況だけでなく、 英一大学などで学生により良い話し方を教授した。2006年7月に難治性の身分化癌であるとの診断を受けたが、仕事に対する情熱をいささかも失うことなく、実況を続けた。ラジオ日経携帯公式サイト、競馬インパクトの2007年2月1日付の実質コラムにおいて、胃癌である旨を公表。外科的治療のため一旦実況を休止するも、 同年2月25日の前半の実況で復帰した。しかし2007年5月末、病状が悪化。懸命の治療も虚しく、同年9月26日12時41分死去。49歳没。不法を受け、ラジオ日経では9月29日30日に、競馬中継終了後に追悼番組、声で伝え続けた、四半世紀を放送。また、グリーンチャンネルでも、 ライド ON22 で10月17日放送分で追悼コーナーを設けて放送した。ありがとうございます。